ちは、お久しぶりです。ソウルアローヒップホップダンサーのソウルアローヒップホップダンスインストラクターのリョウです。はい、ということで今日で8回目ですかね。どうですか皆さん、そろそろだんだんヒップホップの楽しさ、ダンスの楽しさを分かってきましたか？なかなかね、難しいこともあると思うんですけども、その難しいステップができた時の、楽しさが今後につながっていくと思うので、諦めず楽しむことを忘れず頑張っていってください。はい、ということで今日はですね、YOASOBIさんの三原色してますかねという曲で今日は振りを作ってきたので、ぜひ皆さんでちょっと簡単なんでね、大振りで楽しく踊れる感じなんで、ぜひ皆さんで一緒に踊りましょう。ということで振り付けに早速行ってきましょう。まあ、ということで振り付けを解説していきたいと思います。そしたらまずですね、手を右斜め上から振ります、振ります、振ります、振ります。はいはい、この時にしっかり指はまっすぐ曲がったりしてパーになったりしないように、指として指まっすぐですね。はい、これで斜めのラインにきれいに投げていきます。後ろに投げます。8の字で後ろに投げていきます。はいはい、これはできますかね。これは簡単ですね。上に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 投げるイメージで投げていきます。そして足がですね、右足からジャンプ、開く、ジャンプ、開く、ジャンプ、開く、ジャンプ、開く。はい、これはですね、まず足を右向きながら右足上げて斜め45度になりながらジャンプで開く、その場で開く、45度のまま左、開く、右、開く、左、開く。はいはいはい、このジャンプの斜め45度しっかりキープにすることで振り付けがかっこよくなるので、ちょっと45度意識してください。これに手をつけると、ワン、ツー、ツー、ポッ、ダウン、シックス、セン、エン。はいはい、これがワン、ツー、スリー、ポッ、4回ですね。右、左、右、左来たら、いや、ここまで行きましょう。せーの、え、右、左、右、左、来ました。来たら今、左足後ろ下がってますね。左足、で、右足前。これを、左足前にして、右足、キック、下げて、後ろ足下がる。もう一回、前、キック、後ろ、下がる。で、手は、キックの時に左手パンチ。歩く時の足と手で一緒ですね。こっち同時一緒にならないように、反対の手、手と足で、反対も後ろもパンチ、下にパンチです。で、右足前、左手が前、下になるように。そうですね、これがパンチ、パンチ、パンチ、パンチ。はい。これが2回ですね。1回、2回。はい。これがワン、7、8。はい、ここがちょっと今回の振り付けのちょっと難しいところなんで、ここを頑張ってください。でもできるようになるとめちゃめちゃ楽しいんで、諦めず頑張ってください。右足、左手、後ろ下がって反対、右手、足と左手、こっちもそうですね。歩くのと一緒、歩くのと一緒、歩くのと一緒、歩くのと一緒です。これを意識して手と足前を斜めにしてください。これが終わりました。2、3、4、5、6、7、8。来たら右にダウン、ダウン、今度左にダウン、ダウン。来たら1、2、3、4、フォーステップをダウンで踏みます。1、2、3、4。この時に意識するのはしっかり体を傾ける、肩を、顔はまっすぐのまま、肩だけこうちょっと傾ける。はい、これまっすぐだとで、かっこ悪くなっちゃって、しっかり肩をつけてダウン、踏んだら気持ちいい。そうです、これがダウン、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 
たらもう一回今度反対から。ダダダダ1、2、3、4です。で、このダウン。このダウンの時も、足を出した時の体がまっすぐだと、こうなっちゃうんで、足を出した時は体はいつも通り斜め45度ですね。自分が真正面でこう鏡を見た時に、右肩がちょっと見えるぐらい、こっちの肩がちょっと見えるぐらいが45度です。これをキープした状態、ダウン。ダウン。そうですね、じゃあパンチがいきますよ。せーの、えい、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ダウン、ダウン、フォーステップ、1、2、3、ダウン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 、1、2、3、4。来たら、もう一回、最初から繰り返します。ワン、ツー、フォー、シックス、エイ、パンチ。忘れないでください。そしたら音で行ってみましょう。楽しくできましたか？今日は結構やっぱりシンプルな振り付けだったんで、体を大きく大きく使う振り付けだったと思うので、はい、そこをちっちゃくしないように、自分の大きい体をしっかり活かして、しっかり活かして、しっかり活かして、自分の手の長さよりさらにプラス30センチぐらいあると思って、大きく空間を使って動くのを意識して踊ってみてください。あとはもう楽しむだけだと思うので、はい、いつも通りダンス楽しいで終われるように楽しんでください。自分なりに、うん、これは僕が強要することではないので、自分のこの気持ちをしっかり音楽に乗せて、ああ私これ今楽しいって思いながらしっかりやるように、それができれば絶対にすぐダンスは上手くなるので。それは約束しますので、絶対に楽しむことだけは忘れず、ダンスを嫌いにならないようにしっかり自分の壁を乗り越えていってください。ちょっと噛んじゃった自分の壁をしっかり乗り越えていって、これからもダンスを楽しんでください。そしてどんどんダンスを上手くなってください。全員がダンス上手くなることを僕は願ってます。ということで第8回かな、今日はいつものフリーミュージックじゃなくて YOASOBI さんの三原色という曲でレッスンさせていただきました。ということで、はい、終わります。以上でダンスインストラクターのダンス以上で以上でダンスレッスン終わります。はい、さよなら。